どうもこんばんは、パパゲルです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はですね、お酒はもう安い焼酎ですよ。もう焼酎の水割りです。もうダメ、これからね、ちょっとお酒はせこくせこくいきます。いや、プレミアムモルツはね、いただき物だからありがたくいただくんですけど、でももう自分でね、ちょっとね、船口菊水とかしばらく買うのをやめようと思います。というのはちょっとね、この後説明しますよ。水も買わない、冷蔵庫で冷やした水道水。それでは皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。これでも自分だ。ちなみにね、今日は夕飯代わりなんでね、こんなものです。これはね、298円のね、この、お弁当が半額だったというね、149円ですよ。温め1分だったけど、ちょっと長すぎたかな。僕あんまりね、こうお弁当ほかほかにしちゃうの好きじゃないんでね、これ40秒で十分だったな。あとついでにね、これは業務スーパーの、春雨サラダ、それからこれはどっかのスーパーで買ってきた、キムチ半額でしたけど、まあそれはどうでもいいや。ということでいただきます。あ、酒のあてだからちょっと味濃くしたいね。よし、香味ソース美味しいなーってやつですね。で、CM 僕子供の頃見てたんだけど、今はやってないよね、この香味ソースって。香味ソース美味しいなーとかっていう、こう子供の歌が歌った後、あった後に、値段は高いがいい味ですとかなんか言ってたような気がするんだけど、まあいいや。よし、でも値段高くないですね、これ80円。まあ値引きされてたわけなんだけど、元の値段はいくらだったんだろう。香味ソースってあんまりそういえば最近見ないんだけど、まあいいや、いただきますよ、ね。とりあえず、なんで白いご飯からいったんだろう。ちょっと白いご飯だけだとね、まあキムチを乗っけて、でそれで香味ソースで味がついたコロッケです。まあ味は見た通りです。特別感動するようなうまさはないけど、別になんか惨めになって泣きたくなるようなまずさでもないし、これもふにゃふにゃの唐揚げだよな。多分皆さんが想像してる味の通りだと思います。なんていうのかな、こうルーティンの中でね、まあとりあえずこれでいいかなんて適当に買ってきて、なんか特にこう感動も何もなく無表情にバク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 っと食べてね、昼飯だったらそのまま次の仕事をするとかね、まあ、それで夕飯だったらね、まあ、食った後もそのまま YouTube を見て、でもうこれもう見てる時にはもうさっき唐揚げ弁当食べたなんてことはもうすっかり忘れちゃってるとはね。そんなような味ですね。まあディスってるようだけどっていうか、ディスってるんですが、でもいいんです。平凡な毎日っていうのはそんなもんなんです。まあいわゆるね、まあ家の日ですからね、普段からね、盆と正月なんて一度にやってきたらね、美味しいもんばっか食ってちゃ、まあなんていうのはない、いけません、いけなくもないかもしれないけど、まあそんな贅沢できる身分じゃございませんからね。だから例えばさ、だからこのご飯にこうやってこうやって香味ソースをかけて、ソースご飯ね、ちょっとお行儀悪く見えるけど、意外とこれ美味しいんですよね。こういうあんまりうまみの少ない唐揚げもそうだ、やってみよう。こうやって味を追加して、なかなかいいではありませんかって感じでね。あれ、チャーリー浜さんってそういえば
なんかなくなったような気がしたんだけど、まだご存命でしたっけ。やっぱりそうでしたね。もう3年も前に亡くなってたんだ。君たちがいて僕がいる、でなんとかなんとかじゃありませんかとかってね、よく言ってましたね。いつだっけかな、結構前にっていうか、91年か、すげえ前だな。もう30年以上前か。バブルの頃ですね。流行語大賞になったんだ。バブルの時代ってのはね、なんだろうね、今に思えば儚い夢だったんだけど、なんていうのかな、こう儚い夢ではありながらも、なんか日本全体が夢に浮かれていた時代ですよね。あのバブルの頃のなんだかよくわからないこう高揚感、それってもう40代以下の方はわからないんだよ、記憶にないんだろうな。あ、でもまあ40後半の方はなんとなくわかるかな。でも40前半とか、もう40になったばっかとかさの方はわかん、あんまりわかんないでしょうね。で、下手すると最初に覚えた言葉が経営破綻とかねいやまあいや、バブル崩壊とかね、そういうふうな言葉だった。そんなことはないか、さすがに。でね、まあなんでこういうふうに今日はね、ちょっとね、もうネガティブかっていうかと言いますとね、ちょっとこのスマホ見てほしいんですよ。まあ一見普通に見えるかもしれませんがね、これなんかちょっと変じゃありません？反ってるでしょ。こっちからも亀裂入ってる。あ、ちょっと見えないかも。で、これならもうはっきりわかる。バキバキバキってなって何やったかって言いますとね、これね、あのズボンの後ろのポケットにこう入れて今日まあいたんですよ。そしたらつるんって滑りましてね、ガーンってね、だ多分この向きで行ったんでしょうね。ガーンってね、あのちょうど階段で滑って階段ガーンって行ったらしいんですよ。で、曲がっちゃったんですね。あの一応ちゃんと使えてるんですよ。機能上は問題ない。液晶画面も特に問題ない。ていうかむしろね、こう反ったからね、むしろ使いやすいぐらいなんですが、でもやばいよねこれね。ていうかまあ携帯バキバキにしたってことはよくあるんですが、これ今年買ったばっかなんですよ。こう注文履歴見るとね、どうやら今年の1月に買ってるらしいんです。買ってました。で、なんか、まあ今年、いやまああのね、いやまだ3月ぐらいかなとかって思ってたんですけど、1月だっていうことを見てまだ少し救われた。半年以上は使っている初め8月だからまあ7ヶ月は使っている。でも7ヶ月かとかって考えるとねなんかね、形あるものいつかは壊れるっていうかね、だけどちょっと早かったな、これ2年ぐらいだったらさ、ちょうどなんか少し早いけど買い替えることができていいかなぐらいの気持ちになるんですが、いやまあ3万弱で買った端末なんでね、まああれなんですけどね、いやもうちょっと持ってほしかったな、せめて1年は持ってほしかったという感じでね、あの気分が落ち込んでおるんですが、でもどうしたもんかな。スマートフォンとしての機能は全く問題ないんですよ。でも亀裂入ってるんで防水機能はまあ死んでますけどね。ただ今のところは問題ないように見えるけど、これ万が一この内部リチウムイオン電池とかにダメージ来てると結構やばいかもしれないじゃないですか。まああとどっか基板がねギリギリ弱くなっててね、突然お釈迦になったりとかね、ここ亀裂が入っちゃってんでね、ここちょっと弱くはなってないんだよな。曲がったたりにねあのそのまんま硬くなってる。だからもう直そうかなとかって思っても力入れても直んないんですよ。意味わかんねえって感じなんですけどね。ちなみにね、これ破壊したのね、厄除け大師の一つであるお寺です。厄除け大師なのにさ、厄除けになってねえよって感じじゃないですか。あのお賽銭ケチったからじゃねえかとかって言われるかもしれないんですけど、まずお賽銭を差し上げる前の話だったんです。そもそもあのお寺の山門から入ってなんかちょっと道があんなとかって思って、なんかこれなんだろうとかって思ってちょっとこうピュッて見てこう戻ってきた時でつるんっていったんですね。だから本堂に行く前だったんですよ。いやまあいいや、あの厄除けなのになんだよとかって、それをね本気になって怒っちゃいけないんですけど、もちろんね。でね、だからさっきも言ったけど、こうリチウムイオン電池がね万が一とか
で、やっぱり基本は買い替えだよなと思うんですよ。で、ちなみにこれね、あの、OPPO のリノ 9A なんですけど、が次何買うかと思ったら、ぶっちゃけ同じ OPPO にすると楽なんですよ。あの、これ買った時もそうだったんですけど、あ、この、これの前も OPPO だったんですよ。リノ 3A だったんですけど、だからまあ、廉価シリーズですね、ずっとね。OPPO から OPPO に乗り換えだとね、引っ越し楽ですよ。ほとんどのアプリの設定がそのまま、なんか自動的に引き継がれてた。びっくりした。具体的にどうやったのかよく覚えてないんですけど、なんか引き継ぎのソフトがあったような気がするんですけど、それを利用したら、あっという間になんか、全部ではないんだけど、7割ぐらいのソフトがそのまま設定、自動的に引き継がれましたね。うん、ちょっとすげえなと思いました。だから次また OPPO かなとかって思ってね、今度はだからね、同じリノ 9A もまだ出てるんですが、リノ 11A が出てるんですよね。で、しかも値段そんなに変わんないんですよ。公式ショップで買っても、4万円台半ば。で、あのね、調べたらね、あの、Y モバイル仕様の SIM フリー版が、それよりもさらに1万円ぐらい安いんですよ。3万4千円ぐらいで売ってた。ただし、それ、不安なんだよな。いや、実はね、これもね、そうだったんです。あの、Y モバイル版で、通常の SIM フリー版が4万円前後ぐらいだったんだけど、Y モバイル版が新品で3万弱だったんですよ。このショップ大丈夫かとかって思いながらね、ドキドキしながら買ったんですけど、全然問題なかった。あのね、普通の SIM フリー版と比べてカメラの機能かなんかのがちょっと違ってたような気がするんだけど、でも他基本的にはほとんど問題、あの、機能的には多分問題ない。あの、Y モバイルのよくわからんアプリが入ってたけど、まあそれは特にあんまり気にすることないんでね。でも多分 Y モバイル版ってことはこれ絶対さ、Y モバイルで最初から端末割引目当てで、契約して、なんか契約期間が過ぎたら売り飛ばしてたとかってね、そんなことやって、どっかの誰かがゲットしてきた機種ですよ、端末ですよね。多分普通は大丈夫だと思うんだけど、万が一不良品に当たった時にどうなるのかなっていうのがね、怖い。だからね、公式の SIM フリー版を買うか、もしくは、出自が不明だけど1万円安い Y モバイル版にしようか、今ちょっと悩んでます。まあ、ぶっ壊れるまでとりあえず使うっていうのも手なんですけどね。実は、その前に使っていたリノ 3A、まだちゃんとありますんで。だからいきなりぶっ壊れちゃってもね、あの、SIM を入れ替えるだけで OK なんでね。なんて言ってるうちにね、お弁当完食です。で、まだ小鉢がちょっと残ってるんだけど、今日は本来ね、まだちゃんとネタがあったんですよ。じゃらーん。また買ってしまいましたね。テムで買ってしまいましたよ、また。ということで、早速開封していきたいと思います。今回はね、趣味と実用品と両方あります。一番でかいのこれだな。短パンです。サイズが本当にいけるかどうかちょっと不安なんだけど、履いてみます。これがね、いくらだっけ？これがね、599円です。ちょっと履いてみますか。うん、こんな感じですね。うちはね、こう、ポケットがついてる。左右に。マジックチャックで閉まるようになってますね。まあ、いわゆるカーゴパンツってやつですか。これ、サイズちょうどいいや。よかった、よかった。よいしょ。これサイズちょうどよかったですね。これ部屋着にするつもりでね。ということでございます。このまま履いてよ。あ、ちょっと酒。スマホを買うことを考えたら、ちょっとこれからちょっと節約ですよ。なんてね。そんな。よし、じゃ次行きましょう。次は、これだ。これなんだ？なんだっけ？おいおい、なんか空きかけてんだけど、これ。そういうもんだったんだ。これね、あ、全部そうなの？いやー、これね、これなんて説明したらいいんだろう。完成図がこれなんですけど、ちょっと待って。
あ、ちょうどこれ製造中止になっちゃったからね、紹介できないんだけど、類似商品でね、こんな感じ。いや困ったな。これステンレスのね、こう模型なんだよね。もうちょっとちゃんとした木っていうか、なんていうのかな、こう立体的なものかと思ってたんだけど、これ完成すると USS エンタープライズ NCC-1701 になるはずなんですよ、スタートレックのね。どうやらこれで組み立てるらしいんだ。なんだこんなチャチなもんだったのか、やられたよこれ。どうしよう、ちょっとこれ慎重に組み立てないとね、うまくいかないな。ダメだこれ、ちょっと紹介できませんってことはこれ他にもさ、今回全部で合わせてこれ4つ買っちゃったんだけど、全部そうか、なんかバカに小さいと思う。あ、全部そうだよ、このクリンゴンの宇宙船で、これもクリンゴンのバードオブプレイですね。そしてこれが NCC-1701D D 型エンタープライズ。これうまく完成させるの大変だぞ。てかうまくできないような気がする。てかいや作ってもさ、きっとすげえチャチだよこれ。あーでもね、一応立体的になるようになってる。これすげえめんどくせえ、作るのが。うわマジか。この宇宙船のこの本体の部分とかね、今のさっきの鉄板くるって丸めるんですよ。ですね。え、マジで？びっくりした。あ、ちょ、変なもん買っちまった。こんなもん買うんじゃなかった。なんだよ。いや、まあいいや。ちょっと、頑張って作ろう。なんかがっかりしたな。悪いことは続くもんですね。ちょっと気を取り直して。次はこれだ。これはね、ナイフシャープな包丁研ぎ器ですね。こういう風なものなんだけど、これがうまく使えるかどうかなんだよな。ちょっとね。いやね、このね、このオピネルをね、うまく研ぎたくってね、なかなかこれがうまく研げてないんですよ。だから、こうやって研ぐというものらしいんだけど、研げてるような研げてないような、よくわからんな。これちょっと失敗したかもしれない。ちょっと失敗したかもしれないいやでも、まってものです。ちなみにこれがね、安かったんですよこれ、これ120円。あ、そうだ、それからね、さっきのこいつらね、こいつらは全部1個328円です。あー、これメタルパズルって書いてある製品名がパズルだったんだ。そんなことどこにも書いてあったっけ。ステンレス製航空母艦なんとかなんとかって書いてあるな。まあいいや。それと最後これだ。これはですね、じゃらん。あ、そうだ、これこうやるんだ。これなんかニッパーみたいな感じなんだけど、一応爪切りってことになってるんですよ。あの足の先の指とかね、ちょっとこう普通の爪切りだと切りづらい時あるじゃないですか。だからなんかないかなって思って見てたらね、ちょうどこれがあったんですよ。このニッパーみたいな感じのね。あ、そうだ、ちょっとやってみようかなと思ったんだけど、数日前に足の爪切ったばっかりだ。あ、でもいけるいける。ちょっとね、さすがにこんな、あ、これいける。あ、これいいかもしれない。大体想定通りの使い方ができてます。ちょっと切ってるし、場所はさすがに見せたくないんでね、あれなんですけど、
でちょっとねここがちょカーブしてるんでねいい感じですね。あのだから普通のニッパーとはちょっと違うけどニッパーにもなるな、これな、これなかなか優れものなんじゃないですか。これ135円だったら安いですね。よしということでね、今回のお買い物に関しては先ほどの短パンは大成功、爪切りも大成功、だから599円と135円、734円分は結構得なお買い物しました。でこれがちょっとよくわからん、そしてこいつらはもっとよくわからないというか、画面の向こうで見てる皆さんはもさ僕以上によくわからないと思うんですけど、まあそんなもんですね。以上です。なんかね中華のお買い物、まあいいんだよねこういうね、なんだかよくわからないものね、そんな高いもんじゃないからね。でもスマホを買うからちょっとこういうよくわからん買い物は少し控えた方がいいのかな。あのね、なんていうのかな、僕ねちょっとね想定外にお金が必要になった時、使ってしまった時ね、そういう時なんか他のことを我慢することで補填しなければとかって思うんですけどね。懐中電灯なくした時は、そう探索帰りのラーメンはちょっと我慢しようってまあラーメン 3,4 回我慢すればまあ元が取れるというね、そういう風な、いやそんなことないな。でもラーメンの代わりに結局なんかスーパーで買ってるからね。でもこの不用意にぶっ壊してしまったスマホの分の元を取るためにはラーメン何回分だろうな、今年もう今年いっぱいラーメン食いに行けないんじゃないかっていう風になってしまいますんでね、ちょっとそれは辛いな。まあどうするかこれから考えます。ということで今回の動画は以上になります、皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。